2日目の観光スタートです。バイクすごい、タイも多かったけど日じゃない。戦争小石博物館、チケットかな、一人4万ドン。次は三殿教会に行きます。ピンクの教会、三殿教会。おー、ピンク、めっちゃでかい。行きます。アベマリアさん、こっからバスに乗ります。ジャパン。バスのアプリで青いのが現在地です。この改修中の教会前におりました。マリア像と改修中の教会。これから郵便局に向かいます。でっかい郵便局。中に入ってみます。すごい作りが、外国人でいっぱいです。世界の時間は、招き猫がかわいい。今年はベトナムは猫年。切り絵も素敵。すごい素敵だな、これ。郵便局なので当たり前ですけど、ちゃんと郵便局の機能あります。ホーチミンさん、でかい。何交換？青材。たらき5000ドン。
エアメール送っちゃうの？36,000ドル。この箱に入れてお家に届きます。こんにちは。重い。頑張って。重い。やばい。頑張って。ファイト。あ、ノー、thank you。No, no, no, no。え？ん？いいの？お金いらないの？ん？ただメコン川。メコン川。え、本当か？え？寝た。あれ取るの？まあしょうがないね。うん。あ、thank you。15万ドル。高くない？やられた。まあ、いった。動画収まった。会話しないで。はい。これから。はい。統一街道に来ました。噴水が素敵。ここって何なんだ？博物館的な場所？いや、もともとの南ユートラムの大統領府。だって。ほう。そんなの開放してくれんの？1990年に初公開されたんで。ゲームルームだそうです。